再開混合列車は、韓国鉄道公社が運行する列車である。無群派号を7両改造し使用している。大韓民国ソウル特別市立山区にある、立山駅から同国全羅北道、増山市の増山駅を結ぶ韓国鉄道公社が運行する観光列車である。当該列車の運行開始は、2015年2月5日。運行路線は、京府電鉄線、長江線に、 三日券を発券し、自由席は二日券は五万ウォン、三日券は七万ウォンだが、座席指定券は二日券七万ウォン、三日券は十万ウォンである。ナドゥリパスを購入すると、この列車だけでなく、一般列車セマウル号は、もちろん、無群派合徳室までの座席を指定して、乗車可能である。ただし、列車の座席が完売していた場合には、 パスを持って立ち乗り席で搭乗可能であり、乗務員にパスを示してくれれば自由席で案内を受けることができる。パス以外にも、通常の列車のように乗車区間を決めて発見し、乗降することができる。立山駅、増山駅区間の運賃は27,400ウォンで、オンドル室料金は4万ウォン、室、家族ルーム料金は4,000ウォンと8,000ウォンである。ありがとうございます。